はい、どうも、うみです。本日はブレインリドというゲームをやっていこうと思います。私が一番最初にね、このアプリを見て思ったこと、英語読めるかな。ではやっていきましょう。すぐにプレイ。あれなんだよ、広告の時、あ、よかった。このアプリの広告というか宣伝のところに英語で文書いてたんだよ、問題が。あ、日本語に訳されてる、よかった。もうだから読めるかなってビクビクしながらちょっとね実況しようと思ったんですけど、よかったよかった。彼は何を考えていますか？犬のことを考えてる。彼は、犬と見せかけて何？お金？月へ行く。冗談です。ちょ、待って、わかんない、やばい。違う意味でなんか怖くなってきた。何何何、どういうこと？結局何を考えてたの？月へ行く、冗談です。どういうこと？なんか犬がなんかコインの中にいたみたいな。ちょ、よくわかんない。まあいいや。彼女は何を隠していますか？謎1からね、もういきなり超わかんなかった。なんかお腹が結構、腰かな？広くない？なんか、あれ？ただ腰が広い女の人か、じゃあ。あ、毛？これ？これを？これをどうす、なるほどなるほど。あ、毛剃りを隠してたわけね。足の毛が生えてたから。まあそれはね、いいんじゃないの。毛処理しようとしただけでしょ。実は彼女は私のタイプです。知らん知らん知らん。そうなの。足毛、腰が広い方かな、多分が好きなんだね。はい、いや、いいと思う。腰広い女性いいよね。何か書いてください。何か書いてください。服かな。エッチいね。もうド変態だ。何か書いて、服を着させてあげればいいってこと？こんなんでいい？おお、私が書いた絵と全然違う。彼女の服だけ見ていたと違う。服着てなかったじゃん、さっきまで。さっきまで服着てなかったから、もうそんな嘘ついても今更無理だよ。次。あ、でもこれ IQ81 なんだ。全然だね、まだ。3位の人を追いついたら自分は何位になりますか？ 3 位の人を追い抜いて、3位の人を追いついたら自分は何位になりますか？追いついたら、追い抜いたじゃないから3番目まだ。ってことかな。よかった。っていうことで合ってるんだよね、多分。トリックパズルでちょっと困っていました。何の話してるの。次。チンパンジーの影はどれですか？チンパンジー、これチンパンジー、ゴリラ。ゴリラは微妙に似て、ちょ待って待ってね。右下と左上が微妙に似てるけど、こっちだね、こっちだ。よしよしよし。めっちゃ喜んでくれた。よく見つかりましたね。いやー、それほどでも。でも意外と結構ね、よく見なきゃ、ほんと左上と右下ちょっと結構似てたから危なかった。はい、まだ82か。 IQ120 ぐらい解きたいな。彼が勝つように手伝ってください。彼が勝つように手伝うの？グー出してるからパー。はい、なんで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 、ちょっと待ってね。どうしたらいいの。これ何を出そうとしてるかとか読めないよね。もう一回パー。おっしゃ、なんか脱いでってんだけど、何してんの。あれ、負けたら脱いでいく方式のやつだよね、多分。待って、今さ、チョキグー出したから、次この人はパーを出す。はい、よし、いいよ。はあ、とんだ変態だな。とんだ変態なゲームをしている2人で。私もやりたいでさ。制作者がやりたがってるじゃん。誰かやってあげよう。もう願望出ちゃってるよ、制作者の。はい。誰がもっとセクシーですか？誰がもっとセクシー？どっちがセクシーってことでいいのかな？どっち？こっちのがなんか、エチくない？そういうことか。スカートがめくれる方ね。なびかれて喜んでたよ、女の人。新しいヘアドライヤーをチェックしているだけでさ。ものすごい言い訳してるね。これ多分訳がさ、直訳だからおかしいのかもしれないけど、でもだいぶやばいこと言ってる。灰色のヤギはどこですか？後ろに隠れてるよ。違う。こう動かしての子ね。なるほどね。灰色のヤギとかいるの？見たことない。恥ずかしがらないで、小さなヤギ。そこ灰色のヤギって言わないんだ。小さなヤギだったけど。灰色のヤギを探せって問題だったのに。危なすぎるので消して。ダメだ。さすがにダメだ。オフにして。もうそれだけ？すんごく簡単。
火災が発生したらツイートする前に家を出てください。ツイートするアホいる、火災発生して。そんなことないでしょ絶対に。どんだけ SNS 依存症なんだよ。紫のカエルはどこですか。これはね、赤と青を足して紫みたいな。だよね、いいよ冴えてる。混色の基本知識、そうだね。赤と青は紫っていうのはわかるし、あとはあとピンとこない。何色と何色足したら何になるっていうのが、暗くてウサギが見つかりません。電気をつける。なんだこれは、とってもかわいい優しい問題。それで IQ84 なの。あ、私の IQ がどんどん上がってきてるってことなのかな。なぜ暗闇の中でスイッチを見つけたのですか。確かに、怖いんだけど。なんか暗いからスイッチもわかんないはずじゃない。そう、急になんか怖い要素入れてくるじゃん。誰が浮気していますか。これは男と見せかけての女っしょ。何した。あ、そういうこと。あ、これでてって。あ、いや普通に男だった。引っ掛けと思ったのに普通に男が浮気してんのかよ。どこに隠れてんの。しかも すげえ格好でかくれんぼをするだけです。あんな格好でかくれんぼしてたらもうそれは浮気です。もうそれでも本当にかくれんぼでもそれは浮気です。はい、すごい面白いねこれ。絵を完成してください。絵を完成してください。おすごい、これぴったり。え、気持ちいい。あ、うん、でこれは、あ、こうね。え、すごい、なんかぴったりはまると気持ちいい。はい、いいよいいよいいよ。何戦うの今から。医者の勇者みたいな。あ、なるほど、ウイルスと戦うよっていう感じのイラストね。おお、動いた、すげえ。医者は実際のヒーローです。実際のヒーローとは、実際のヒーローとは何ぞよ。一番左にいる犬はどの犬ですか。ん、これ、あー、かわいい、起きた。いいね、犬ってやっぱりもう一番の癒し、私の中で。寝ていたではなくてただ瞑想していただけです。犬も瞑想するんだ。へえ、すごい賢いね。サンタのマッチを見つけてください。あ、サンタのマッチ、あれマッチングアプリしてんのサンタさん。これじゃないの。これじゃない。もしかしてこれ。あ、マッチ、これでいいのかな。あー、やっぱいいんだ。トナカイかなって思ったの。今からちょ、サンタさん、イチャイチャする前にプレゼント届けてくれない。禁じられた愛ですか。サンタさん恋禁じられてんのかな。ゲーマーはどこですか。ゲーマーは、ゲーマーはどこですか。太陽が出てて、どういうことこれ。なんかタップしても何もならん。はい、そういうことね。日が沈んでも電気がついてる。そうね、それはゲーマーですね。まあゲーマーって決めつけすぎるのもあんま違う気がするけどね。普通に夜化してただけかもしれないし。ゲーマーはよく徹夜しますね。そうね、なんか夜ゲームしてるってイメージあるね、すごい。はい、次。画家は何を描いていますか。女のヌードじゃないの。あ、だよね。あ、ヌードじゃない。あ、もうこれ全部描けば。おお、服着てたんだ。エロいね。あそこだけ隠すとやっぱ裸に見えるよね。自由に想像してもいいです。ありがとう、許された。私ヌードだと思ってたから、もう想像しちゃった、ヌード。わあ、優しいコメント。黄色いゴムのカモ、カモ、カモだよね、これ。探してください。アヒル、黄色いゴム、黄色いゴム、どういうこと。トゥッツルルトゥッツーンじゃないよ。なんかわかんない。見つけますか。見つけてない。どういう、何、そもそもこれの漢字を、私ちょっと曖昧っていうね。どういうことだ、ちょっと調べよう後で。彼は何で怒っていますか。最悪、なんで。私は全てのバイオクラスを眠りました。あー、よくわかんないけど、よくわかんないけど、あの男ちょっと良くないよ。あの男妊娠して怒ってたってことでしょ。はあ、
男の子がはっきり見えるように手伝ってください。ふきふき。おお、あ、可愛らしいお目目してんね。すっごいもうガリベンくんって感じだね。完璧の視力そうね、メガネね、メガネがちゃんと元に戻ってよかったよ。はい、裸眼で完璧な視力がいいな私。ドンキーが川を渡りたいです。ドンキーってこれ、あ、ドンキーって言うのあなたもう私方法のドンキーコングしか出てこないんだけど。ドンキーがあなたを怒らせたとしてもドンキーを怒らせないでください。ん、あなたを怒らどうして急にそんな、まあ怒らせないけど別に。でもドンキーは怒らせてくるんだね。ちょっとそれもやだな。マッチ、あ、これマッチングアプリ。またなんだ、どういうこと、これはこうか。あ、違う、こう、違う、ハート怒って寝て、これでどういうこと、合ってないこれ、あれ、あれ一個だけなんかしてなかった、私。完璧。あ、ちょっと手抜いたね、ここの一文字。完璧しか書いてない。はい。お、あ、アモアスだ、アモンガースが出てきたよ。殺人は誰ですか、どっちだろう。あお口見えちゃった。一番見えちゃいけないもの見えちゃった。彼の歯はあまり綺麗ではないですから、彼はあまり口を開けません。歯が綺麗じゃないと口が開かないんだ。そうだったんだ。じゃあアモアスたち、あのね、口開けてさ殺してくるじゃん。あれはみんな口綺麗なんだね。はい、黄色いカヌーを取り出してください。黄色いカヌーを、あ、ここに、あー、なるほどね、簡単。とっても優しい問題でしたね今の。もし私たちが沈没船に乗って救命胴衣が一つしかない場合、あなたがいなくて寂しいですね。ん？なんか怖くない？これ。救命胴衣が等しく。何？え、怖くない？え、私を殺そうとしてるってこと？これ。乗って、あなたがいなくて寂しい。怖い！一言が怖いんだけど、ちょいちょい。パズルをお待ちする。お。で、これさ、ほんと脳トレとかになってさ、ちょっと頭の体操になりそうだよね。こうか。こうの。これは、こうの。あ、気持ちいい。ぴったりハマると、マジで。ほいと。あー、かわいいワンコが出来上がりました。私の犬は私よりより好みだと思います。うん？犬に負けてるってこと？まあ犬可愛いからね。彼はどのように反撃すべきですか？なんか左の人ノックしてんね。そう、見えない扉でもあるのかな？どのように左じゃない？なんかこれが一番やばそう。ああ、そういうこと？思ってたのと全然違う。幸いなことに、ズボンはまだそこにあります。それは本当に不幸中の幸いですね。よかったよかった。あんな格好になってね、元に戻ったら服ないとかだったらもう捕まっちゃうからね。よかった。ズボンだけあるならもう本当よかった。以下の3つのバーの中にどれが本物の磁石ですか？3つのバーのどれが本物？もうこれがくっついたらでしょ？あ、それですね。反射というか、離れましたね。それは私と私が密かに愛する人です。私と私が密かに愛する人。何？磁石の話なんだけど、人が出てきたらどういうこと？眠っているお姫様を起こしてください。あら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 、とても美しいね。これはキッチュ。キスしなさい。キスしなさい。あ、もうリアル。とってもリアルな起こし方。起こしましょう。はい、起こしました。もうとってもいいね。目覚めのいい、あの、太陽の光を浴びさせて起こしました。あれがもう本当のね、超基本的な起こし方なので、皆さん、くれぐれもね、目覚めのキスとかしないようにね、気をつけましょう。